準決勝赤レーン辰巳アロー、対する青レーン日吉ペッペル。ユニフォームの色がバッチリ赤と分かりやすいナイス。そして阿吾選手、今回の戦略は水上以外もきっちりと頑張ると。もちろん水上頑張る、愛媛の海乗りこなしてみせますよと意気込み伝えております。一方の別選手、先ほどのタイムは負けていたが見ていてください、僕の実力をと強気で発言。そして海のことに関しては何も言わないと、まずは水上力で見せつけると言葉いただきました。さあ長い長いロングビーチ、そり立つ壁、最後楽しみです。両レーンの船を海に準備してください。予想がつきません。海のコンディションは白波が見えないが、おそらくできていることでしょう。まあ両手の準備が整い次第ボールをさせていただきたいと思います。さあいいですかね、青 OK、 赤も OK ですかね。はい、整いました。Ready. Attention. さあ始まりました。さあ陸の上は郷選手、さすが宣言通りの陸を体質。さあ乗ってからどうだ。さあ足をはめて1本目はほぼ同時1本よっとぼーん、ほぼ同時のスタートダッシュ。足が使えている、2人とも足だ、ぎゅー、伸びている、おっと、並んでいるか、ほぼ並んでいる、レートもほぼ一緒だ、さあ、どうなる、ここからはコース取りがとっても重要だ、レート高い、さあ、どちらが先に到達するか。ほぼ並んでいるか、いや、阿吾選手、赤の阿吾選手がね、いや、わからない、これはまだわからないぞ、これはいい勝負だ、ほぼ並んでいる。さあ、関門の3つ目の V、さあ、ターンを、どんなターンを見せてくれるか。これは並んでいる、さあターンに来た、ほぼ同時だ、どっちが先に帰ってくる、まだ分かんない、どうした、さあ帰ってこい。さあビデオ判定入る可能性あります。さあどちらが帰ってくるか、これは熱いぞ、熱い戦いだ。さあ波に乗ってこい、波に乗ってくる、乗ったか、両者乗ったか、ほぼ並んでいるか、ペップ選手がやや出ているか。さあここからどうだ、乗っている、さあこれはいい戦いである。さあラスト最後の V だ、ほぼ並んでいるぞ。さあ皆さん温かい声援をお願いします。わからない、まだわからないぞ、降り方、降りてから、さあまあ、さあ降りた、どうだ、負けるぞ、なんと、阿吾選手
楽しい。お疲れ様でした。まもなく決勝が控えているので、ぜひ休んでください。ベッツ選手、きつかった。次へ向けては、来年へ向けてどうしよう。トレーニングします。トレーニングする。お疲れ様でした。全体拍手お願いします。